ジャガー XJR-6 は1985年世界耐久選手権用にトム・ウォーキンショーレーシングが制作したグループシーカーである。TWR は1982年からヨーロッパツーリングカー選手権においてジャガーのワークスチームとして活動し、1984年にトム・ウォーキンショーがドライバーズタイトルを獲得するなど好成績を残した。 ジャガーは1985年から TWR をワークスチームとして WEC に参戦することを決定し TWR はグループ C カー XJR-6 を開発、製作した。デザイナーはフォード C100 をデザインし、アローズなどでウィングカーのデザインの経験があったトニー・サウスゲートが起用された。サウスゲートは XJR-6 のモノコックを カーボンで製作し、エンジンは、ジャガーの市販車用 V 型12気筒等6.0リットルエンジンを6.2リットルに、排気量をアップしたものを搭載した。エンジンマネージメントシステムは、在宅製を使用した。大型の V12 型エンジンをそのまま搭載すると、リアヘビーなマシンとなることから、ラジエーターをフロント配置にし、モノコック後部1 0センチメートルのくぼみを設け、 そこにエンジンを押し込むことで前後バランスを確保している。またディフューザーを大型化させるためにリアダンパーをホイール内に収めるという方法をとっている。これらの方法はその後の TWR ジャガーの核がマシンにも引き継がれた。燃料タンクは当初モノコックのくぼみにエンジンを押し込むというデザイン上の制約から3分割されていたが燃料の吸い出しが十分でなく、 1986年仕様から分割されていないこの字型のものに変更された。XJR-6 はスプリント仕様で時速 300km 走行時に2.5トンのダウンホースを発生し、空力性能においてポルシェ 962C を上回るものであった。またサウスゲートはシャジのねじれ合成ではポルシェ956、962に対して 少なくとも10倍は高いものだとしている。XJR-6 の名称はアメリカでジャガーエンジン搭載のインサ g t p マシンを製作し参戦していたグループ44のジャガー XJR-5 を引き継ぐ形で付けられたが、ジャガーのエンジンを搭載すること以外、両者に接点はない。WEC 第6戦モスポートでデビューし3位に入賞した。 第9戦富士で来日するが、決勝は、豪雨のため出走を見合わせた。最終戦、シャンアラムでは2位に入賞した。TWR は1985年の WEC に、富士を除いた K4 レースに、延べ8台を出走させたが、完走は3台に止まった。翌1986年はスポンサーにシルクカットが、月、シルクカットジャガーのチーム名で、 世界スポーツプロタイプカー選手権初参戦した。第2戦、シルバーストーンでデビュー7戦目にして初優勝を挙げた。しかしルマンでは3台べてがリタイアに終わった。最終戦富士では暫定で2位と発表され、ブルン、ヨースとロスマンズ・ポルシェを抑え、フル参戦1年目でチームタイトル獲得と思われたが、正式発表では3位となり、チャンピオンはブルンにさらわれることとなった。 TWR は1986年の WSPC に計20台の XJR-6 を出走させ、う1 0台が完走し6台が3位以内でゴール1勝を記録した。ありがとうございます。